はい、シューチャンネルのシューです。先日からね、アップしておりました、培養土、そのまま使用しての、紫色の白菜の、栽培ですね。今1週間程度かな、期間過ぎまして、まあちょっと虫食いはあるんですけどね、無農薬なんで、これねバッタにやられたんですよね。まあバッタにやられたんですけど、まあそこまでねひどくはないんで、まだね大丈夫かな、といった感じで今のところ、まあまあ順調ということでね、ちょっと残念ながらね、今ね夕方の4時なんですけどね、こうやって薄暗くて、ちょっとね雨がね1週間ばっかしね続いてしまうということでね、どうしてもね、まあこういう風な、ちょっと成長具合になっております。まあちょっとね虫食いはあるんだけどもね、今のところ幼虫、毛虫とかはね、少しついてるね、これね真ん中ちょうどいますけど、まあ、おるぐらいで、このね思いっきり食べられてるのはね、あれなんです、バッタから食べられちゃったんですよね。まあ、こまめに見てね、毛虫はちょっと取り除いてやってるんで、まあねちょっとなるべく被害少ないようにねしていきたいと思うんですけど、まあ無農薬なんでしょうがないでしょう。ある程度ね、ちょっと枯れて、これがね先日引いたやつ、伸びるマルチも枯れてしまったんで、ちょっと卵を見つけられちゃいましたな。まあ今こういう状況なんで、大した語るところはないんですけど、まあ伸びるマルチが枯れたらね、適度に足してやるようにしてやって、ください。ちょっとね皆さんうまく成長するかっていうのをね、気にされてる方もいたんで、要はねうまく定植できるかがね、鍵だからですね。このようにねうちみたいに雑草がね生え放題というか、バタッと生やしてる部分もあるんですけどね、そういうところでもね、今のところ、この栽培でもうまくいってるっていった感じでしょうか。はい。合わせてね上の方を見ていただくと、直接ね、畝の方に植えた方も順調で、どっちかというとね畝に植えた方が、あんまりやられてないですね。これもバッタにやられたんですよね。バッタはねなかなかね手強いですな。ちょっとね今回バッタの威力をね、痛感しております。で、まあ、葉っぱがここまで茂るとね、まあ、ある程度軽い感じで横はなるんでね、間から伸びるとかもね生えてきてるんで虫よけにはなってると思います。ただね白菜とネギって相性悪いらしいんで、まあ、伸びるはねどっちかというとニンニクと、ネギのあいのこみたいな感じなんでね、そこまで影響ないと思うんですけど、あのネギはね近くに植えない方がいいそうです。根っこの方がね、刈ってしまってね、ネギの方がね、白菜がね、結球とかしきれなくなったり、成長がね、しきれなくなったりするそうなんでね。まあでも、培養土栽培、比較的、いけますね。こんだけ育てれば大丈夫でしょう。またね、1週間、2週間して、動画、再度アップしますけど、これは60日ぐらいかな、70日ぐらい。まあ、うまく育てばね、一玉、しっかり取れると思いますんで、興味のある方ね、ぜひご覧ください。まあ、定期報告ということで、培養土そのまま使った、白菜のですね、栽培の方、お送りいたします。お知らせいたしますね。はい、以上シューチャンネルでした。どうもどうもどうも。